無理でもこのままだと奴は村を襲う。せめて一矢報いて谷向こうへ追い払わないと。逃げて…意外に勇敢だな。見直したぞ。
況でしたが、うまい具合ですね。よかった。申し訳ありません、つくも様。山崩しを手投げ用の火薬玉に変えるのに時間がかかってしまいました。間に合ってよかった。あとは任せてください。そっちは任せた。ほう、意外に硬いな。まさか本当にいたとはな。だがおかげで。久々に全力が出せる。イザナミ、はい。サチカ、どうですか。爆薬です。
の山の中腹にイザナミ様の作った山崩しが仕掛けられているのが見えたんです。だからそこの近くで爆発が起これば連鎖的に爆発が起こると思いましたです。先ほど手持ちの余りを作り変えたのです。ヤマタノオロチはいないと思っておりましたが、万一のためによかった。大丈夫よ。ちょっと頭クラクラするけどね。ルカ様、大丈夫ですか？あまり無理をするな。そうです、お怪我はありませんか？イザナミ、ご無事でよかった。遅れて申し訳ありません。そんなこと。ごめん、なんか感じ悪かったね。ちょっと、つくも！そこでいつまで何やってるのよ！早く戻りたいんだからね！さっさと上がってきなさいよ！つくも様！間に合わん。
左に。まっすぐ。それじゃあ、よく覚えていないの？倒したなんてもんじゃないわよ。一刀両断よ。ものすごい剣さばきでした。切る瞬間も見えませんでしたよ。すごいです。あの太い首を一刀で切り落とすなんて普通じゃ考えられませんよ。確かに見事だったな。おはよう。
何言ってるの、あんたはどこぞの殺し屋か。よく眠れた？ああ、私ダメ。硬い地面にベタ寝だと体中痛くて仕方ないよ。バレたか。いい景色よね。空気が澄んでて気持ちがいいし、空なんか見て、真っ青よ。そうね、一番いい天気で薄い水色、こんなに色の濃い群青の空じゃないわ。嫌いじゃないよ。でも好きではない。私たちの世界ではね、自然はみんな映像なの。木も花も川もね、本物そっくりっていうより本物と変わらない。匂いも感触もあって私は好きだった。それでもやっぱり本物とは。まあ虫はそっちの方がいいかな。自分の好みで感覚は切り替えられるから、見なくていいものは見なくていいし、便利には違いないね。昨日の晩、本部から通達が来たわ。10日後の真夜中、時空ゲートを開放するって。場所は追って連絡するそうよ。その日を境に、この時空間は一時の凍結を解除されるの。そうなったら、もう外から入ることはできなくなるわ。そうだね。あとね、つくも。私たちがこの時間にいた後は、すべて消さなければいけないの。当然、いろんな人の記憶から、私たちに関することを消去することになるわ。もちろん、
幸香やつくよみ、イザナミからも